皆さんいかがお過ごしですか？この1週間どのように過ごしていましたか？はじめにアベマリアの祈りをいたしましょう。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。それではお家で教会学校を始めましょう。前回のお話はどのようなものだったか覚えていますか？永遠の命に招いてくださるイエス様、死者の月、すべての人の救いのために死に復活されたイエス様は、すべての人々を天の国に招いておられます。けれども、この招きにふさわしくない人々もいます。イエス様は次のような例え話をなさいました。一人のお金持ちがいました。いい洋服を着て、贅沢に楽しく暮らしていました。ところが、この金持ちの門のところに、ラザロという貧しい人が座っていました。ラザロは出来物だらけで、この金持ちが捨てた余りのものをいただいて、お腹をいっぱいにしたいものだと望んでいました。けれども金持ちは何もしてあげませんでした。やがてラザロは死んで天の国に迎えられました。金持ちも死にましたが、地獄の永遠の苦しみに落ちてしまいました。金持ちは贅沢な生活を送りながら、貧しい人、苦しんでいる人たちに心を向けなかったからです。私たちもいつか死んで神様のところに行きます。その時、あなたは生きている間、どんな生活をしてきましたかと一人一人聞かれます。生きている間、神様の教えに従わず、困っている人を助けなかったり、周りの人に優しくしなかった人は、地獄で終わりのない苦しみを受けることになるでしょう。また、神様に従って生活していても、まだ完全にきれいな心になっていない人たちは、煉獄にいます。そこで神様の恵みを受けながら、いつか天国に招かれる日を待っています。天国と煉獄にいる人たちと、この世にいる私たちとは、神の家族としてつながっているので、祈り合うことによって、お互いに助け合うことができます。煉獄の人々が天国に入るためには、私たちの祈りも必要です。そして、天国の人たちは、私たちが天国への道を歩めるように助けてくださいます。教会では11月を死者の月といって、亡くなった人のことを思う月としています。ミサに預かったりお墓参りをしたりして、身近な人のことを思い、また煉獄で苦しみながら天国に行ける日を待っている人のために祈ることが大切です。おさらいをしましょう。1、イエス様はすべての人を永遠の命に招いてくださっていますが、中にはこの招きにふさわしくない人もいます。どのような人でしょうか。丸をつけましょう。完全に神様の心から離れてしまっている人。神様と人々を大切にしている人。まだ完全に心がきれいになっていない人。ここでビデオ止めて画面を見てください。文字を選び答えを考えたら、再生ボタンを押して続きを見ましょう。
2. 煉獄に行った人はそこでどのようにしていますか。丸をつけましょう。周りの人と楽しくしている。苦しみながら天国に行ける日を待っている。ここでビデオ止めて画面を見てください。文字を選び答えを考えたら再生ボタンを押して続きを見ましょう。3. 私たちは煉獄の人たちをどのようにして助けられますか。括弧から合う言葉を見つけて番号を下線部に書き答えましょう。ここでビデオ止めて画面を見てください。文字を選び答えを考えたら再生ボタンを押して続きを見ましょう。2. ミサに預かり天国に一日も早く。 5. 迎えてくださるように祈る。マリア様や。 3. 天国の人たちに。 4. 神様への。 1. 取り次ぎを願って祈る。 4. 私たちの祈りで煉獄の人を天国へ招いていただきましょう。ここでビデオ止めて画面を見てください。文字を選び答えを考えたら再生ボタンを押して続きを見ましょう。これで今日のお話を終わります。終わりにイエス様が教えてくださった主の祈りをいたしましょう。それでは姿勢を正しくしてご一緒に。父と子と聖霊の御名によってアーメン。天におられる私たちの父よ。御名が聖とされますように。御国が来ますように。御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を、今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。アーメン。次は、教会で会える日を、楽しみにしています。もしも参加できない時には、このホームページのお家で教会学校に参加してくださいね。